騒ぎだ。涙はもう枯れ果てた。大切な人たちやいろんなものをなくしたけど、なんで僕だけ生きているの。一人目僕だけここに立ってるの。それは生きるためでしょ。生きて語り継ぐためでしょ。だから生きて生きて。明日はどうなるかわからないけれど、きっとまた朝はやってくるから、あなたのためにある未来だよ。逃げ出さないで、明日を信じて強く、ほら強く生きて。